テロップテロップ書きずれなああ7月1日日々や野外音楽堂待ってますよしサッカー見とるなだからちょっともう場所違うししかも携帯でやってますやっぱサッカー見たいやんだからでも さっき帰ってきててさっっきき帰ってきたけんサッカー始まる前に始めたかったけど始めれんかったけんもうそしたら12時になっちゃうからとりあえずあれですねテレビは「あの小音」をしてますお疲れ様お疲れ様みんなも見とるね完全にワールドカップモードねそれな 本当にそれなそう今日朝そう早起きちゃんとできたよ今日6時に朝ちゃんと起きたからそうでまああるところあることをしてきましたのでお楽しみにそれはそうでその後舞台稽古今日4回目のね投資だっけ4回目ぐらいかな投資稽古してきましたなんかねなんか日々課題が見つかりって感じかな 現在そうあと日比谷でなんか1日に生配信みたいなショールームでショールームで放送されるんとそうそうだからなんかでもねやっぱり生で見てほしいのよだから なんか行こうかなって思っててでもやっぱ配信されるなら行くのやめようって思った方はちょっともう一度よく考えて心に手を置いてなんかどうしようかなって考えてくれたら嬉しいなって思ってやっぱなんか日比谷は生で見てほしいっていうのがあるからもちろんでも遠く遠くの方とかは海外の方だったりとかはな,んか,なかなか見れんと思うけんそういう方にはあの見てほしいんだけどショールームででもやっぱり生で見てほしいなっていうのがある。 ごめん、サッカー見ながらなります。あ、むしろごめん。私がサッカーを見ながら配信してます。そう。だから、うん。だから、そう。日比谷も遊びに来てほしいですね。マジ、3000キャパだぜ。やばいぜ、ベイベイフォー。やばいぜ、ベイベイフォーアって感じですね。ほんとに。そう、サッカーはね、少し音出したいんですけどね。ちょっとそれはね、ダメなのでね。 だからさ「おお」とかって言わないからほんとさずっと見とかないとわかんないんだよねおあ <laughs> おああそう胸に手を皆さん当てて自分の心に問いかけて私は日比谷に行くべきかショールームで見るべきかうーん日比谷行ける距離だなよしやっぱり生で見ようっていうやつですねプッチョさん お誕生日おめでとうございますおめでとうございますイエーイイエーイハッピーバースデープチ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 ちょっと両手が使えないいつもありがとうございますありがとうございます今日牧野選手出てる おめでとうアンナの表情で試合を予想本当でもアンナもあんま見れてないからな浅野選手出てほしかったな元サンフレッチェの選手日比谷行けないじゃあショールームで見てねアニアはどっち応援してるのへえどっちだと思う正解は日本でした こんばんばは日そっかおめでとうてるてるはもうちょっと後で作りますね後であげますねサッカー見てるのは現在すぐそこにテレビがありますね引き分け以上でさあれでしょ決勝のやつ進出ですよねたらちゃんおめでとうございますお誕生日イエーイイェイ Happy birthday to 二人目やね。浩平さん、ありがとうございます。ルリちゃん、直筆届く本当にてるてる油断すると雨降る。ねえ、ダメダメダメ。やばい、すごい手、手がね、つって、つるじゃない。めっちゃ痛くなってきた。惜しい。惜しい。 サッカー見てるやっぱ見るやろでもね本当にサッカーって最後までわからんのよねなんかこれはあのー、なんかさやっぱさサッカーってなかなか点が入りにくいじゃないですか1点の重みがさ特に強いじゃんなんかバスケとかバレエとかってなんかすぐ点数が、まあ、決まるっていうかなんだろうもう点数のこう入れ合いみたいな基本。 感じだけどサッカーってなんかあのー、何なかなか1点が決まんないじゃないですか本当にだから一番なんかスポーツの中でも1点の重みが強いっていうかなんかスポーツなんかなって分からんけどね思ってでなんかでも本当にサンフレッチェとガンバ大阪だったっけなの時の なんか試合だったんですけどその時なんかサンフレッチェはアウェイの時でで,でもなんか最後の最後本当にアディショナルタイムで本当に勝敗が変わったりもしてそうだからだから本当になんか分かんないなってそうだから本当にサッカーも 最後までわかんんなないからなんから前半後半例えば後半でも負けてても本当になんか最後のアディショナルタイムでなんか変わっちゃうから最後まで目が離せないなって思いますね感じでサッカーは思いますあサンフレッチ色ですねはい 逆にそこで急に負けちゃうっていうパターンもあるけど勝つっていうパターンもありますね今日衣装付き稽古じゃないよ日比谷のはダメ天気変わっちゃったら。 でも暑すぎたらやばい違うの今日3時ぐらい外出たんだけどほんまに暑すぎてこの,このぐらいの時間でライブやるんだって思ったらちょっとね,ちょっとねフラフラしたよね考えただけでやべえってなった日比谷の髪型なんとなく考えてるけど巻き、まあ、たいなって思った 監督官も大好きだとめちゃめちゃ優しいんですよ本当になんかチーム思いで広島思いなんですよね本当にやった琉いちゃんいや本当に今の暑さ皆さん気をつけてくださいねえなんか本当になんか私たちよりマジでファンの方の方がやばいよねっていう話を今日瞳と話してたんですよねゆうちぇるさん初見ありがとうございます んー巻きたい髪えそうりんごちゃんヘアも迷ってるのなんかりんごちゃんヘアあかりんごって巻くかこここういう編み込みして巻くかの2択案の中では今んとこねそうだから皆さんもしっかり準備して暑さ対策して本当にしてきてほしいいやでも私たちはダンスしてもなんかでもファンの方もずっとなんだろう座って。 でとかまあ立ってとかわかんないけどで応援してくれてなんか声出してみたいになったら絶対熱くってなんか私なんかアンが思うのは動いてる時より MC の時が一番熱いんですよねなんか止まったら汗がダーってなんかブワーって熱くなってそうだからだからファンの方も気をつけてくださいそう本当に本当にだからパーカーはほんまにねやめた方がいいと思う メンバーが言うっていうでもそのぐらいヤバい、うん、待ってたわ